大阪辺神社は、兵庫県姫路市立町に鎮座する神社。張馬国大社24社の一つ。毎年6月22日から24日にかけて行われる浴衣祭りが有名。行武神皇を主催神に、神皇の王女という富姫を廃止する。行武神皇は、藤原桃川の残言によりその地位を追われると、神皇の王女であるという富姫も幼い頃より、住んでいた。 姫山の地で皇居。国師の格野氏が、この二人を守護神として姫山に祀って、以来、代々の国師や守護職からの厚い保護と、庶民からも厚い信仰を受けた。天正八年頃に、橋場秀吉が姫寺城の改築を始めると、縄張り内に位置するために城下に移された後に、張馬国僧者である社立兵初心者の境内に、 拙者として祀られたが、江戸時代になって池田テルマサが姫路城に入城した際に、テルマサが病に倒れると、当神社を移り誇らしたたたりであろうと噂され、城内へ戻されて八天堂として再建立された。寛永16年に藩主が松平氏に代わると再度城下へ移され、慶安2年に榊原氏に代わると木内の社殿を再建し、 木内と僧者境内の二社平村となる。霊祭期間中のお阪部神社戦後、霊祭は姫路浴衣祭りとして、姫路市の代表的な祭りの一つとなっている。前橋東照宮に松平朝則が姫路藩から前橋藩に国外となった際に奉線されたお阪部神社が合祀されている。なお、前橋側としてはあくまでも奉仙であり、 文社どころかこちらこそが本体という建前である。ただし、このことで姫路側と争う姿勢はない。朝りの父松平名りは、歴代上手の中でも特にお阪女神を崇敬し、京都の吉田家に願い出て小一くらいの深海を取得するほどであった。ありがとうございます。